本日の地方幹事会についてご報告をいたします。統一外選挙の公認申請です。1議会1名について、公認をいたしました。次に、次の衆議院総選挙について、公認取り下げについて、山口代表から報告がございました。高木陽介さん、現在政調会長でございますが、比例代表東京ブロックで公認をされていましたが、昨日、高木さんの方から、一身上の都合のため公認を辞退したいと、ぜひ更新に道を開きたいと、こういう強い要請がございまして、今日代表の方から報告があり、承認がなされました。一般市長選挙の態度決定でございます。お手元にございます。北海道釧路市自主投票、茨城県古河市針谷さん、県本部推薦、東京都昭島市臼井さん、都本部推薦、新潟県長岡市自主投票、新潟県三条市自主投票、石川県羽咋市自主投票、山口県光市吉岡さん県本部推薦、鹿児島県薩摩川内市田中さん県本部推薦でございます。今報告ございました DEI ポリシーについて、佐々木座長の方から、今報告があった内容について中央幹事会でもご報告がございました。国対委員長からですね、今後の国会の状況について報告がございました。10月1日に臨時国会が召集をされます。9月30日に衆参の議運で正式に決定をされる見通しです。今後の国会の流れですが、正式にはまだ決まっておりませんが、今後の見通しということでありましたのは、10月の1日に、10時から参議院本会議、13時から衆議院の本会議、そして13時半から参議院の本会議があるという見通しでございます。10月4日来週の金曜日に所信表明演説があるのではないかと、そして10月の7から9まで衆参の代表質問が行われる見通しではないかと、こういう話がございました。石井幹事長からはですね、28日党大会が開かれます。自民党の新しい総裁をが迎えての党大会になります。しっかり準備をしていこうと、こういう話がございました。また この28日の党大会が終えて、30日の月曜日にですね、自民党と公明党ともに新しい体制になりますので、新しい体制の中で政権合意を、連立政権合意を交わしたいという話がございました。それを受けて翌日1日の総理首班指名ということになってまいります。以上でございます。それではこうなる方は挙手の上、社員さんを受けたらお願いします。NHK 佐々木です。今ご紹介あった石井幹事長のご発言で、30日に政権合意を交わしたいということなんですけども、それに関連して新政権の何か期待だったり、例えばもし期待だったり、もしくは自公政権のあり方みたいな何か触れられたご発言あればご紹介いただけますか。ですね、当然この政権合意というのは新しい自民党の総裁が決まらないとですね、合意はできないわけでございますけれども、当然のことながら、今日本が直面している、日本の政治が直面している課題についてですね、やはり基本的な合意を交わしていかねばならない、
まあ、一つは政治改革の問題だと思いますし、まあ、一つはやっぱり経済の問題、経済も今確かな経済成長、持続的な経済成長ができるかどうかのですね、まさしく正念場でございますし、この経済の問題、あと外交安全保障も緊迫している情勢があります。そうした課題についてですね、基本的な考え方、自公の間ですり合わせをしてきちんと文書として交わしていくということになるかと思います。よろしいでしょうか。それでは内容ですので、以上で会議を終わります。